新店舗特集第3弾。カフェ好き OL2 人が運営する東京カフェチャンネルが最近オープンした素敵なカフェをご紹介します。行きたいカフェが見つかったら嬉しいです。それではご覧ください。スタート。最初のお店は福岡で大人気のベーカリーが表参道に進出。10月にオープンしたアマムダコタン表参道をご紹介します。行列必須の大人気店ということで朝早起きして行ってきました。表参道店オリジナルのパンを含め約120種類のラインナップです。ペーストリーからハード系のパンや食パン、名物のマリトッツォまで本当に種類が豊富で、どのパンにしようか皆さん悩んでました。開店と同時に全種類のパンが並ぶというわけではなく、順次焼きたてのパンが提供されています。オープンキッチンでパンを作る様子を見ることができるのもワクワクするポイントの一つです。今回はテイクアウトもできる焼き菓子やパンとイートイン限定のカフェメニューを注文しました。パンはおしゃれな木のボードで提供してもらいます。今回悩みに悩んで購入したのはこちらのパンたちです。そしてカフェメニューはオムトーストを注文しました。しっとりと焼かれたトーストの上に半熟のオムレツが乗っているメニューです。トーストの間にはトマトソースやチーズ、ひき肉が入っていてとっても美味しかったです。店内にはオーブンがあるので自分でパンを温めて食べることができます。ありがとう。それではソーセージドッグとタコタンバーガーをいただきます。タコタンバーガーは季節の野菜グリルをたっぷり挟んだ人気ナンバーワンのサンドです。ハーブが香るオリジナルソーセージドッグもおしゃれな味で美味しかったです。有名なこちらのマリトッツォも含め、どのパンも本当に美味しくて感動的な新店舗でした。続いては愛知県発の台湾式パンケーキとタピオカのお店、9月にオープンしたカフェロブをご紹介します。こちらの店舗はお昼はカフェロブ、夜はピッツァのお店として営業されています。メニューは台湾式パンケーキと種類が豊富なドリンク、そしてソフトクリームです。注文は自分のスマートフォンでQR コードを読み取って行うセルフシステムです。ちょっと今回手こずっていたら店員さんが優しく教えてくれました。今回は台湾式パンケーキを銅板で焼く様子を見せていただきました。愛知県産の絹あかりをベースに3種類の小麦をブレンドしたオリジナルホットケーキミックスを使用しています。蓋をして3分程度焼いたらひっくり返してまた蓋をして焼いていきます。厚みのある可愛らしいパンケーキが焼き上がりました。たっぷりのせたカスタードの上からお砂糖をかけ、バーナーでこんがり焼き目をつけていきます。クリームブリュレパンケーキの完成です。北海道十勝のプレミアムソフトクリームと自家製クランブルがついてきます。
プルプルのパンケーキの上にはとろっとしたカスタード、上のカラメリゼは香ばしくてパリッとした食感です。ドリンクの種類も豊富で、ナタデココの入ったレモンマンゴーソーダとハニーレモネードを注文しました。テイクアウトメニューでは、生地をじっくり寝かせたしっとりもっちり生地のパンケーキを提供中です。容器も可愛くて、イートインとは一味違った美味しさが味わえるメニューです。プレーンの生地も美味しかったんですが、クリームブリュレパンケーキが本当に美味しかったので、ぜひ食べてみてほしいです。続いては8月に渋谷ヒカリエにオープンしたディズニーハーベストマーケットをご紹介します。広い店内にはカフェとギフトショップが併設されており、奥に進んでいくと巨大ミッキーがお出迎えしてくれます。提供されているのはヘルシーなライフスタイルのためのガイドラインを満たしたメニューばかりです。キャストのお姉さんがメニューを丁寧に説明してくれました。カロリーは600キロカロリー以下、塩分は 2.5 グラム以下と体に優しいメニューが揃っています。注文したのは陽気な農園主のジャンボマッシュルームバーガーと、うっかりフィッシャーマンの全粒粉カルボナーラです。全粒粉パスタにえのきを加えることでカロリーを抑えながらボリュームをアップさせています。オリジナルレシピで作ったパンは低糖質パンです。間には直径7センチのジャンボマッシュルームが挟まっています。食後には可愛いパンケーキとイラストの入ったカフェラテをいただきました。グラスのコースターも可愛いです。オートミールパンケーキはもっちりした食感で美味しかったです。併設されたショップではオリジナル商品やセレクト商品が販売されています。店内には隠れミッキーもいるので、ぜひ探してみてください。続いてのお店は池袋の人気レストランラシーヌの新店舗、9月にオープンしたラシーヌドーナツ&アイスクリームです。無添加の手作りドーナツとアイスクリームの専門店です。定番メニューからオリジナルメニューまで種類が豊富です。ドーナツはイートインはできませんが、外にベンチがたくさんあるのでそちらでいただきました。今回いただいたのはバニラ、わせみかん、ショコラフランボワーズ、クレームブリュレのドーナツです。ドーナツはブリオッシュ生地でふわふわ食感です。他にもオールドファッション生地もありました。クレームブリュレのドーナツは外はパリッとカラメリゼされていて、中からトロットロのカスタードが出てきます。次回はお店おすすめのアイスクリームも食べてみたいです。続いては10月に開館した早稲田大学国際文学館に併設されたカフェオレンジキャットをご紹介します。
総大生が主体となって運営しているカフェです。村上春樹ライブラリーは現在事前予約制ですが、カフェは自由に利用できます。村上春樹さんが寄贈された展示物が至る所にあって、村上ワールドを身近に体感できるカフェです。コーヒーは堀口コーヒーと共同で開発したオリジナルブレンドです。ハンドドリップコーヒーとオレンジキャットという名前のクリームソーダ、ワンダーランドという名前のパニーニを注文しました。キュウリと自家製ローストポーク、チーズの入ったパニーニです。キュウリとハムとチーズのサンドイッチは村上春樹さんの長編小説の中でも出てくるメニューだそうです。今回は事前予約をして村上春樹ライブラリーにも行ってきました。設計は熊健吾さん、費用はユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井さんが全額寄付されています。50以上の言語に翻訳された村上作品が集められており、日本の文学の国際化、文学の翻訳研究、そして村上作品の研究ができる国際文学館のご紹介でした。続いては9月にユニクロ銀座店の中にオープンしたユニクロコーヒーをご紹介します。ユニクロコーヒーはユニクロ初の飲食業態として銀座店の最上階に併設されています。ブレンドコーヒーと芸者種のハンドドリップコーヒークッキーというユニクロらしいシンプルなメニューです。ハンドドリップコーヒーは注文後一杯一杯丁寧に入れてもらえます。今回はホットコーヒーと銀座ウエストとコラボをしたバタークッキーをいただきました。老舗洋菓子店銀座ウエストの美味しいバタークッキーにユニクロコーヒーの文字が入っています。お買い物中にほっと一息つけるユニクロコーヒーのご紹介でした。続いては9月にオープンしたパティスリーが運営するカフェの3号店リゾン人形町店をご紹介します。座席は渡されたキーホルダーの番号と同じ番号のところを利用します。神保町店や水道橋店と同じくとってもおしゃれな店内です。今回は生ハムとチーズのトーストセットを注文しました。分厚いトーストの上にとろっととろけるチーズ、バラの形をした生ハムが乗っているメニューです。コーヒーも美味しいんですが、お食事メニューもとっても美味しいのでランチにもおすすめのカフェです。最後のお店は9月にオープンした完全キャッシュレスのパーソナライズドカフェ、テイラードカフェをご紹介します。西武渋谷パーキング館1階にあるチューズベイズ渋谷の中にオープンしたカフェです。コーヒーは自家焙煎のものを中心に常時10種類以上のフレーバーを楽しめます。ほうじ茶ラテやテイヤードラテなどドリンク以外にピーナッツバターとミルクチョコレートのドーナツやカカオ 80% のチョコチップクッキーなどもいただけます。
気質でスタイリッシュな店内がおしゃれなテイラードカフェのご紹介でした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。新しくオープンしたカフェ、行ってみたいお店はありましたか？ぜひグッドボタンとチャンネル登録をいただけると嬉しいです。それでは次回の東京カフェチャンネルでお会いしましょう。